メリオダス殿、よろしくお願いします。おいおい、アーサー、気楽に行こうぜ。あら、少しは楽しめそうね。さて、暴れちゃおっかに。ほらよ、ほし気を抜くなよ。ほらよ、ほれほれ、聖騎士様は果たしてご無事だろうか。妖精族の男と巨人族の少女の妻が暮らしている、そんな話が残っているんだ。おや、聖騎士たちが訓練してるのを見てきたんだが、実にすごいもんだ。さすがは王都リオネス、華やかで飯のうまい店もいっぱいだ。毎日食べきれねえ。どうやらバーニャの子、また何か問題が起きてるらしいな。エリオダスの地の鶏が卵を一気に作り出した人が、守られるばかりじゃダメ、できる女は自立よ。本に書いてあったの。かわいい。